ヨアヒム・エルンストは、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルクイコール・プレーン公。シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルクコーハンスト、2番目の、妻で、アンハルト公、ヨアヒム・エルンストの娘、アグネス・ヘイト・ビヒの間に生まれた。若い頃は、当時の貴族指定の習いとして、ヨーロッパ諸国へのグランドツアーに赴き、オランダ、イングランド、フランス、イタリアなどを訪れている。 1617年には、薄国戦争に参加している。シュレースビヒ公国及び、ホルシュタイン公国で最初に主権を認められない、公爵となった父ハンスが1622年に死ぬと、両国は息子たちの間で小規模な5つの公爵領に分割された。ヨアヒム・エルンツとは、公爵の居所であるプレーンとアーレンスベック、ラインフェルトからなるプレーン公爵領を与えられた。 同族のシュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公、ヨハン・アドルフの娘でまた10枚にあたる、ドロテ・アウグスタと結婚する際、ヨアヒム・エルンツトは、館だった古いプレーン城塞を取り壊させ、1633年から1636年にかけてプレーンの城管を建設し、ここを公爵化の新しい居所とした。ヨアヒム・エルンツトは1671年1月1日、 本家筋のデンマークノルウェー王クリスチャン五世からエレファント勲章を授与された。彼は122人目の受賞者だった。妻、ドロテア・アウグスタとの間には8人の子女を設けた。ありがとうございます。